メブケフレジギはアメリカ合衆国の陸上競技選手。2004年アテネオリンピックの銀メダリストであるエチオピアスマラ出身。2012年ロンドンオリンピック代表選考レースにてケフレジギは12歳の時に家族と共に内戦の続くエチオピアを離れ難民となりイタリアを経由してアメリカへ亡命。サンディエゴに移り住んだ。 カリフォルニア大学ロサンゼルス校在学中に陸上競技で数多くのタイトルを獲得。1998年にアメリカに帰化。同年大学を卒業。当初はトラックの選手として活躍し、2000年の全米選手権の1万メートルで優勝。シドニーオリンピックへの出場を決める。しかし、シドニーでは体調を崩し、 12位と本調子を出せずに敗退。2001年には1万メートルで15年ぶりの米国新記録となる27分13秒98とマーク。2002年には2年ぶりに全米選手権の1万メートルを制覇した。ケフレジギは世界選手権にも2001年、2003年とともに1万メートルに出場。しかし、 2001年エドモントン大会では23位。2003年パリ大会では16位と惨敗している。2004年、全米選手権の1万メートルを制し、1万メートルでアテネオリンピックに代表になれるところであったが、オリンピックにはマラソンで出場。イタリアのステファノ・バルディーニに次いで2時間11分29秒で2位。アメリカ人選手としては1976年。 モントリオールオリンピックで銀メダルを獲得したフランク・ショーター以来の銀メダルとなった。その後はマラソン選手として活躍。2004年のニューヨークシティマラソンでは自己ベストとなる2時間09分53秒で2位。翌年2005年のニューヨークシティマラソンでは3位。2006年ボストンマラソンでも3位となる。しかし2008年北京オリンピックには アメリカの代表選考レースで8位となり、出場を逃した。北京オリンピック後も競技を続け、自己ベストを小刻みに更新するレースが続いた。2009年ニューヨークシティマラソンでは2時間09分15秒で、マラソン初優勝。さらに2012年ロンドンオリンピックのアメリカの代表選考レースでも2時間09分08秒の自己ベストで優勝し、 37歳で8年ぶりのオリンピック出場となった。ロンドンオリンピックでは、スティーブン・キプロティチ、アベル・キルイ、ウィルソン・キプサング・キプロティチらのメダル争いからは遅れるものの2時間11分06秒で4位入賞を果たした。2014年のボストンマラソンでは2時間8分37秒の タイムでアメリカ人選手としては1983年以来31年ぶりとなる優勝を飾った。ありがとうございます。